まずはガードのポジションですね。センターガードは先攻がやる戦術で、センターライン付近に石が溜まっているとどうしてもこの後ろでの展開になってくるので、ハウスを狭く使えるというような意味合いがあります。なので先攻としてはこのセンターの後ろで戦うことによって、ハウスを狭くしてより相手に1点取らせるような展開ですね。複数点を与えないためにハウスを狭くする、これが先攻が置くセンターガードの意味合いです。反対に後攻はセンターを開けつつサイドで展開していくことによって、真ん中が空いている状態なので、たとえ、ね、何か、まあ、サイドでいろんな展開が起こったとしても最後1点だけは死守できるよねっていう展開。もう一つの意味合いとしては、ハウスを広く使えるので2点3点の形を作りやすいというような意味合いがあります。後攻はサイドで展開することによってハウスを広く使っていきたいです。このガードの位置もアイスの曲がり幅によってどこに置くのかっていうのが大事になってくるので、センターガードの位置だったり、ね、どこら辺にガードを置きたいのかなっていうのをリードの1投目で見ると、あ、このアイスがどれぐらい曲がっているのかなっていうのが、ね、テレビで見ててもわかるんじゃないかなと思います。ガードが近いと2ついっぺんに出したいよっていう時は、当てどころ、2つ出る当てどころって実は黄色も動いていきます。ただしガードが距離があると、実はあんまり角度をつけて当てちゃう、さっきと同じような角度をつけて当てると1個しか出ないので、結構厚めに当てる必要があります。ガードは2つ出てきますが、実は投げた石が残ったりする可能性があるんですね。なのでダブルセンターガードは離すっていうのはそういう理由もあります。2ついっぺんに出された場合はガードが1つ残る可能性があるっていうのを実は狙っていたりします。なので離しておきたいんですよね。くっついちゃったらもう、ああもういっぺんに出されて、しかも当てたいし、もう何にもなくなっちゃうなっていう展開になっちゃうので、絶対にスチールしたりダブルセンターガードは絶対に離しておくっていうのが基本です、はい、こんな風に石の距離感と手玉をどうしたいのかっていうところで与